小野です。小野です。今日はアシックスさんのイベントですね。はい、結構珍しい、初めてですね。このアシックスさんのシューズに特化したイベント。そうですよね。初めてです。まあコロナも明けてというか、はい、結構イベント復活してきてるところで、はい、今日は内容はどういった感じになりますか？今日はまあメインはもうシューズ選びですね。こういろんなアシックスシューズに履いてもらう、体験してもらって、だってシューズ選びのコツっていうのもアシックスの担当者から説明していただいて、でその間に、まあ、ボール打ち、シューズ履いてボール打ってみたいな感じなので、まあ、テニスの講習会っていうイベントっていうよりはシューズの説明会みたいな感じで体験会になります。なるほど、はい、実際履いてみてくれるんですね。はい、はい、わかりました。楽しみにします。はい、ありがとうございます。行きます。我々、はい、アディスのメンバーと、あと今回制作してるのがレッツブルームさん、あとおまみさんという方で、はい、気を持って答え合わせをしておくので、ちゃんと正しい靴を履いてもらいたいと思います。道具の力をこう借りたいということで初めて相談しました。実際にそこから履き始めて今3年ですか、3年目になりますけど、多分冗談抜きです、靴履いてから僕足毛もつってないんで、結構試合でつること多かった。どうしても体が小さいので人よりも走る距離がすごく多いんで、試合の後半になると結構足をつることが多かったんですけど、それがまあかなりなくなったというか、ほとんどなくなったっていうのは4、3.5、24だ。これは何ですか？これは前に行く動作、前に行くのが特化してるシューズですね。はい、どうですか？履いてみた。1歩目なんか靴を履いてない感じがして、履いてない感じ、はい、で、一歩目踏み込んだ時がなんか、ね、その後が速く、まあ、加速していく感じで、めっちゃいいです。今自分が履いてる靴よりもめちゃくちゃ軽くて、はい、軽い、その振り回された時もめちゃくちゃ走れそうで、これは何向きというか、どこに強みがあるんですか、このシューズは。軽くて動きやすいから公園に向いてるかなって私は思います。公園向き、はい、これめっちゃ軽いっすね。めっちゃ軽い、これ前に行くの、マジそう、前に行くの、マジそう。アシックスジャパンのシューズの企画担当してます、桂です。企画担当の方ですね。はい、はい、まあ、今中学生の皆さんが多分全員ですかね、紙しばきされて、なんか僕の印象ってすごくなんか印象というか感動が伝わってきてるんですけど、どうですか所感としては。そうですね、やっぱりアシックス履いたことないっていうユーザーがプレイヤーが多くて、今回そういう機会をいただいたことによって本当にまあ感動していただいてる、アシックスの良さを体感していただいてるっていうのが、やっぱりこう生の声で分かったので、すごく貴重な理解をいただけたなと思います。なんかあれですよね、靴ってこう履いてみなきゃ分かんないところあると思うので、やっぱこういうイベントとか生の機会って大事ですよね。本当にそう思います。で、やっぱりどちらかというとラケットとか、まあ、そういったところに意識が行きがちなプレイヤー多いんですけど、実はテニスって足元がすごく大事で、うんうん、やっぱり強いサーブを打つのにもやっぱ足元から、やっぱりこう激しい動きするときもやっぱ足元、そういうのはすごくあると思うので、ぜひこうシューズの重要性っていうのを、まあ、この機会を通して認識いただけたらなと思います。動画 OK なので先生確認します。はい、めっちゃ軽いですこれ。今 何履いてるんですか？この何に特化してるシューズですか？前に行きやすくなる。前に行きやすい。はい、感想は飛んじゃうぐらい軽いです。はい、飛んでみてください、飛んでみてください。よいしょ。これは最上位モデルですかね。はい、結構フィット感みたいなのあったりしますか？結構フィットして
止まりやすくて前衛とか前のネットプレーがやりやすいです。おお、なるほど。25の通常幅なんです。もう一個近くにいいかと思うけど、でもちょっとこれ説明していただいてもいいですか。これが、はい、足の長さを測る機械 で、はい、でかかととつま先って、まあ、人差し指なんですけどまでの長さを測る機械になってます。でこれだと25センチ、はい、足の長さが素足の状態で25センチなんですけど、はい、まあ、靴のサイズ、縦のサイズとしてはだいたい1センチぐらい開けるのを推奨しているので、この場合は26センチの靴を履いてくださいっていう。プラス1センチ。プラス1センチ。あと横幅も関係してくるんですか。はい。で、この25センチに対し、特徴25センチに対してこの足位って足の、はい、この囲いですね、はい、が何センチあるかっていうのを、はい、これで25センチの足長と例えば25センチの足位であれば男性だと2位、女性だと3位だ。で2位が一般的なレギュラー幅に足草場になってるのでこれはまあレギュラー幅で、もっと太くなって3位を超えてくると幅広ワイドとのシューズを履いていただく形になります。左足右足の差をなんかじゃあちゃんとやった方がいいんですよ、こういうのって。そうですね、結構やっぱ個人差、あとはこの右足と左足で足の形が全然長さも含めて違う方がいらっしゃるんで、そういう場合は大きい方の足に合わせてシューズを選ぶっていうのがスタンダードなやり方です。どうですか、初めては来ました。動きやすいです。動きやすい、はい、フィットと動きやすいって感じですか。一番最上位モデルですね、これ。そうですよ。これ履きました。これお気に入り。あら、お高いものを。どうでした。なんか、靴下履いてるみたい。靴下履いてるみたい。こんな。フィット感。履いてみたいと思います。なるほど。技術的なところのこういうイベントが多かったんですが、初めて僕自身のシューズを買いました。長い時間でした。ありがとうございました。自分はアシックスとかの爪とか聞いて、テクとかもあるんですけど、道具にも少しこだわっていきたいなと思いました。でこれから全中もあるので、それに向けてしっかりコンディションも上げていきたいと思います。全中でいい結果を出せるように頑張ります。ラケットとかガットとかと選ぶのも真剣にいろいろ悩んで選ぶと思いますけど、テニスももちろんそうですけど、スポーツというのは、まあ、足が地面に唯一接しているポイントでもあるので、まあ、靴の選びというのもすごく大事になってくると思うので、まあ、テニスが上達する力ももちろんそうですし、物を選ぶ力というのも皆さん自分自身でしっかりと自分に合ったものを検討していって、また頑張っていきたいと思います。またよろしくお願いします。ありがとうございました。あれの 26.5 あれコート FF っていうから覚えてください。はい、今日はシクスさんのイベントさんになりました、はい、今からハヤト君 と、男子部員でじゃんけんをしまして、はい、1人勝った子が、直筆サインをいただけます。1人だけ1人だけです。 お願いします。嬉しいですね、これは。あきゃはい、うわーよーし。おー、大体このままなんだよ。キャプテン行こう。大体このままなんだよ。キャプテン上げ、上げ、プイ。うわー登るわ。瞬殺。はい、すげー。ありがとうございました。よっしゃー。はい、チーズ。でも何枚か撮ります。笑顔で。お疲れ様でした。お疲れ様です。約1時間ちょっとですかね、はい、イベント終わりました。いかがでしたか。そうですね、まあもちろん皆さんなんかいろんな靴履いてもらって履きやすいだったり、なんかフィット感がいいなみたいな声も聞けたので嬉しかったですし、まあ、最後に、まあ、代表の中学生からも
お言葉ありましたけど、シューズ選びにしっかりこだわりを持ってこうもっともっとプレーしていきたいと僕もしていたので、すごくいい時間でしたね。なんかこれから今月は前週でしたっけ。はい、来週、再来週ですかね、20日過ぎぐらい、21、22、ちょっとあんま分かんないですけど、なるほど、あるそうなのでぜひ頑張ってほしいですね。そうですね、はい、じゃあまた次もイベントあると思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。